平成ジャンプ、セクシーゾーン、ニュース。あ、ニュース言いにくいな、これ。ニュースではジャンプしにくいな。ニュース、ニュース。スマップ、スマップまで行こう。え？ V6。時。時よ。スマップ。なんで上にいたのいないよってなるか。まあ、上にも葉っぱ生えますしね。え、オッケー。じゃあ、第二ビルの。植物の方から行きましょうか。そう。危ない危ない。その前に、今回ちょっと、はい。SCP についてちょっと話さないといけないことがある。なるほど。前提モットみたいな前ね。うん。はい。では、かけるし語る、まあ、どうぞ。はい。SCP については、まあ、どんなものか大体把握してると思うんですけど、どうぞ。SCP っていうのには、それぞれ、オブジェクトクラスっていう格付けがあるんですね。うん、見た見た。うん。あれは格付けになるんだ。はい、危険度ってこと？で、まあ危険度とはちょっと違います。うん、オッケーオッケー。はい。で、それは、まあ、基本的に3段階で、はい。あ、セーフ、ゆっくりかけてる。そっちね。そっちね。オッケー、ちょっと待ってや。ちょっと待ってや。はい。セーフ。またオフ。うん、オフ、いけた。セーフ、ゆっくりとけてるっていう、うん、この3つってことね。うん、うん、うん。基本的にはそうです。で、セーフは、安全な取り扱いが分かっているもの、危険性がないものに付けられます。はい。で、ユークリッドは、まだ安全な取り扱いは分かっていない、もしくは、本質的に予測不能である異常存在につけられます。うん。で、ケテルは、もう、人類に対して敵意がある、なおかつ、収容が難しい、もしくは収容不可能な SCP につけられます。なるほど。危険じゃないですか。まあ、他にも特別な SCP には、また別のオブジェクトクラスが付けられてるんです、ね。はい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 。まあ、核爆弾あるじゃないですか。うん。あれはセーフ、ユークリッド、ケテル、どれに入ると思います？セーフ。はい、正解です。安全な取り扱いが分かっている。分かってるもんね。うん。はい。なので SCP もね、セーフだからといって、別に人が死なないわけじゃないんです。なるほど。で、もちろん、ね、今まで紹介した SCP にも、もちろんオブジェクトクラスはあります。はい。このビルというか、ここの区域、の SCP にはまだケテルクラスはいません。いないのね。はい。その前振りがいいね。うん。ユークリッドがほとんどです。なるほど。で、今回はこれ説明しないとね、今回紹介した SCP の説明にちょっとつながらないんで。オッケーオッケー。スイカ、カボチャ、サトウキビ、畑の方へ。ケテル出てくんのかな。あ、ちなみに今日は出てきません。出てけへんのか。どうぞ。はい。まずこれですね。ナンバー506。あっという間に育つ植物。うんうん、この SCP-506 は成長速度の速い食用植物としてとある会社が製作したズッキーニの遺伝子工学による編集です。ズッキーニ、はい、SCP-506 は生きている生命を含むあらゆる有機物の上で成長します。ほう。で、有機物に種が接触した時点で発芽して、はあ、5分以内に最大サイズまで成長します。あっという間やな、おい。で、急成長するために SCP-506 は成長媒体、その寄生したもの、ね、寄生したというか、はい、有機物のから栄養を吸い上げます、ね、そういうことだよね、はい、うん。で、そのためただの土の上では栄養が足りないので、栄養が補給されない限り何も育ちません。はい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 。しかし、まあ、こんなに、ね、早く育つように作ったんですけど、うん、食用に適さないことが分かりさらに、うん、ある事件が起きたんですね。この SCP-506 を隔離している囲い内で、うん、財団の博士が、うん、SCP-506 に覆われた形で死体として発見されたんです。はい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 。で、調査で SCP-506 の根には強力な麻酔成分があることが分かったんですね。おお。で、これは博士がなぜその場から逃げなかったのか、なぜ警報を鳴らさなかったのかの説明に使われています。なるほど。これにより SCP-506 で作業をする場合には監視カメラと、もしもの時に援護できる研究員をつけることで対処されました。なるほど。ちなみに、まあ、これは開発段階だったんで、はい、自然界には出ていません。オブジェクトセーフ。はい、セーフです。うん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 。それも言うの忘れてた。実はネタバレするとちょっと、セーフ、ゆっくりと、ケテル以外のオブジェクトクラスが出ます。ああ、そうなんだ。じゃじゃん。うん。はい、ナンバー22、うん、ザ・モルグ死体安置所ですね。はい、この SCP-22 は、イギリスの病院の地下にある死体安置所です。
1980年代まで特異性はなかったんですけど、1980年代11月にその特異性が発覚し、はい、財団に隔離されました。はい。SCP-22 は定期的に死体安置所内のどれかがランダムに開いて、うん、カバーシートのかけられた検死体が出てくるんです。で、その検死体は事件で盗難にあったと記録がある死体であることが分かってます。うん。しかし、その死体がなぜ SCP-22 へ転移したかは不明です。うん。その検死体は死体安置所を出ようと動き出します。あら。で、まあ検死体も必ずしも体がちゃんとあるわけではないので。そうですよね。そう、どんな死に方したかによって、はい、場合によっては動こうと痙攣したような動きもします。はははは。で、もしも台から降りずにいると、うん、台は引き出しの中へ戻って蓋が閉まり、うん、中からは肉の焼ける匂いがしてきます。ほうほうほう。つまり仮装をされてるわけです。あ、いきなり出てきた。うんうん。で、ある時実験が行われました。さった、うん。それは台にいろんなものを乗せたらどうなるかというもので、 SCP が出てきた時の台にね。はい。うんうん、うん。もちろん生きた人間も乗せてみました。ひどいことすんな。死刑囚やな、まあ、D クラス職員なんでね。オッケーオッケー。うん。で、人間が乗せられた場合、うん、引き出しは閉まわれて、うん、すぐに蓋が開き、うん、中からは右腕と胴体のほとんどを損失した少女の死体が出てきました。うん、うん。で、インタビューしてみると、インタビューその少女は、うん、先ほど送られた人だと分かりました。うん、そして3週間後に、うん、実験で送られた人の肉体が帰ってきました。うん。でインタビューしてみると、うん、今度は中身は89歳の老婆であることが分かりました。うんうんうん。女の人だったんで、送ったのが。それは。いや、普通に男性を送りました。マジか。はい。で、いろいろな実験で分かったことは、うん、SCP-22 は人間を取り込むことによって、その SCP の一部として活動するのかもしれないっていう推測が立たれてます。うんうんうん。基本入らなければいいみたいな感じなんで、だね。でも一応まだ推測は推測なんで、これのオブジェクトクラスはユークリッドです。おお、なるほど。完全に把握したわけではないからね。はい、うんうんうん、全くその意図は分かっていないんで、ね、もう今聞いただけで分からへんもんね。どういうことやねんって話やもんね。じゃあこの SCP は終わりですね。はい。の前にちょっと夜になるね。夜になるね。ちょっとあそこツリーファーム暗いんでね。あ、よくね、寝るだけかい。せーのかい。せんのかい。次が結構内容的に面白いものです。面白い。 お笑い要素があるということですか。そっちじゃないです。あ、なるほど。ちょっと興味深いって。なるほど、いいですね、いいですね。実に興味深いってやつ。いい、実に興味深い。で、前もって言うんですけど、キューピーハーフ、はい、かぶっちゃったね。いいですよ、どうぞどうぞ。ちょっともう一回言って。いや、いいっすよ、いいっすよ。いいっすよ。はい。前もって言っとくんですけど、え、この SCP はかなり設定が細かくされてるんで、うん、サイトで見るとかなりの長文なんですね。うんうんうん。なので俺が説明するのはほんの一部にしか過ぎませんので、うん、かけるしがちょっと軽く要約してくださったということでいいですね。まあ、はい、気になる方はサイトを見てください。ぜひ見てください。わ、はい、かりました。 SCP-2000 レウス・エクスマキナ機械仕掛けの神ですね。こいつのオブジェクトクラスはタウミエルというものです。あ、ないですね。タウミエルとはケテルクラスの鎮静化や無効化させることができる非常に希少で極秘な SCP につけられるオブジェクトクラスです。ほうほう。ケテルに近いのね。いや、違います。ん、ケテルクラスを鎮静化無効化させることができる。できる。ほう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 。はい。まあ、つまり財団にとってまあ、味方的なものですね。ができる、まあ、非常に稀にいる SCP です、うん。政府にはならないんだね。ケテルクラスは政府にはならないんだ。はい。この SCP-2000 っていうのはどういうものかというと、はい、何かというと、元来過去数百年以内に建造された財団の地下施設です。この機械は人類滅亡あるいは近絶滅を伴うケテルクラス世界終焉シナリオが避けられない事態に世界文明を再構築するために作られました。作られたのね。
はいはい、まあ、つまり何言ってるかというと、うん、人類が滅亡してもやり直しができる装置ってことです。ほう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 、うん、この機械はケテルクラスの影響を受けないようにいくつもの防御機構で守られています。はい、なのでこの SCP にアクセスクリアランスレベルも高く設定されています。アクセスしできないんだ、うん、はい、情報が機密にされてるってことです。なるほどね。上層部しか触れないのね。 でもしもこの機械が動いた場合どのように動くのかというと、はい、まず非特異に人類を作る機構が動き出します。何何何人類非特異人類、非特異、うん、まあ、つまり何も能力を持っていない、そういうことね。特異じゃない人ってことね。はいはいはい、はい、OKOK。で最大1日10万人を猛烈な勢いで生産し作り出された人間は数日で任意の年齢まで成長します。あった最高地区や、はい、うん、である程度修復された時点で今度は人類全体に人類滅亡なんてなかったというような記憶処理も行います。はい、めちゃくちゃやな。で、ま、はい、うん、でまた、うん、この機械を起動させる前にその人の情報をデータで保存しておけば再構築された場合でも同じ人を復元することができます。わお、まあ、つまり、うん、保存していれば、うん、この機械は音楽も芸術も文化も習慣もマイクラも、うん、マグニーさんの神かかった所業もマサトさんのモニュメント作りの才能も先生のマイクラ知識もホイールさんの開始技術も全て完全なバックアップのコピーとして復元が可能ってことです。なるほどねすごいね。よって、はい、世界人口、製造能力、農業生産及び文化は手順開始後25年から50年で西暦2000年水準まで復元可能であると推定されてます。なるほど、すげえ、まあ、これがこの SCP ですねちょっとどっかの財団が作ったって言ってたっけ。まあ、この SCP 財団が作ったやつだ。です、ね、人類が滅亡してもやり直しが聞けるからといって、まあ、そんなね、まあ、確かに人類滅亡なんて、うん、人類滅亡なんてあってほしくないですよね、うん、ねマグリーさんだね。でちなみにですが、うん、この SCP-2000 は過去2回起動された記録があります。おっと、すでに我々はコピーかもしれないっていうことだな。はい、つまり過去2回人類が滅亡したってことです。いいじゃん。それが、うん、それがいつ起動されたかわからないので、うんうんうん、自分たちももしかしたらこの SCP-2000 に作られた存在なのかもしれません。あ、いいね。信じるか信じないかはあなた次第だ。面白いじゃない？これで終わりました。ありがとうございます。SCP 面白いね。ここから降りれるんじゃん。オートヘブン。から降りたいんか。オートヘブン使いましょうか。オートヘブン使おう。もうそうまい俺。あ、落ちた。完璧やん。あ、かけるしも。このオートヘブンはオブジェクトセーフ、セーフじゃないね。確か。ユークリッドじゃない。セーフ。あ、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。飛ぶか。大丈夫。え、夜？え？夜来る。向こうで寝るか。どうする？向こうで寝ようか。ね。Go, go!